今、日本ができる支援とは何なのでしょうか。東北のある温泉街ではウクライナからの避難民受け入れに向けた動きが始まっています。宮城県鳴子温泉。この温泉街の一角、4年前に閉館した旅館を買い取り、再開に向け準備を進めているのは建設会社の社長、佐々木清さん。映っているのはロシア軍の攻撃で破壊された首都キエフです。動画の送り主はこの旅館に採用予定のイリーナさん。去年一度来日しましたが、現在はウクライナ国内で避難生活を送っています。別の写真に写るイゴールさんも採用予定の一人。去年結婚したばかりだといいます。防弾チョッキにですね、日本語日本と書いてます。なんで防弾チョッキ着てるんですか。もう彼はもう兵隊に。彼らを含めウクライナ人10人の採用が決まっていました。私も7回ぐらい歩行してますんで、雇用する大学の先生とお会いしまして、キエフ大学のですね、日本語だ学科の素晴らしい、生徒がいるよということで、普通に日本語を使いますんで、フロント業務とかですね、やってもらいたいなとは思ってます。旅館は去年10月に開業予定でしたが、コロナ禍による資材不足で延期に。そこに入国制限も重なり、さらに追い打ちをかけたのがロシア軍による軍事侵攻でした。現地の状況が分単位で分かってきますし、兄弟のその17歳の男の子、7歳の女の子、もう社長一緒に連れて行っていいですかというメール来た時は、やっぱり私もちょっと涙目になりましたね。佐々木さんはできる限り多くの避難民を受け入れたいと言います。こんな感じですね。ネット環境を良くしてウクライナの方もあちらのニュースを見れるような設備にはしようかなと思ってます。いち早く開業して、その一人でもそのウクライナ難民を受け入れたいなという気持ちでいますね、今ね。私はこれまで亡命チベット人問題、亡命ウクライナ人問題に関わってきたが、ここに来て日本政府、地方自治体、ボランティア組織の活動が動き出し、私の役割はここまでとし、これから自分の残された寿命、あと8ヶ月間残っている期間を研究の仕上げに取り組むことにします。これは亡き母から託された私の役割だと思っているのです。仕上がったら母のもとに旅立つことにします。以上です。